はい、どうもタイガです。前回ですね、ミノガールの、動画を上げたと思うんですが、まあ、マルチで上げました。ソロは使えんのかと、マルチじゃわかんねえよと、だってたくさんできるじゃねえか、ソロで使えなかったらソロメインだから育てねえよって方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、場合によるんですけど、いるかわかんないですけどね。そうなので、ミノガールをね使っていこうと思います、ソロで。で、使うキャラとして、まあ、フェアリーは補欠にします。ミノガールね、あんまり前に行ってほしくないんで、フェアリーは補欠にし、そうですね、まあ、アーツをかけれるキャラを一緒に入れた方がいいかな。ただ、カエルはちょっと弱いんで、ちびクロかな、ちびクロ出して、袋をしまってって感じかな。行きましょうか。はい、たくさんですね、まあ、使用するキャラについてね、まあ、なんか、これ使ってほしいっていうのをね、いただいたので、それもね、今後使っていくんですが、とりあえず今回、ミノガール、行きましょう。さあ、ミノガールね、ソロでも果たして使えるのか。いや、多分ね、あの感じだと使えると思うんですよね。普通に強い。さて、砦をちょっと、もうちょっと削りたいですね。圧が欲しいな。あ、いいんじゃないですか。結構前に行けるけど、魔導騎兵っていうね、迎撃もいて、でアビスライムなんで結構硬いですね。悪くない。5倍、いきなり、いきなり5倍はこれ勝ち取りたいな。ゾネ金だしな。おっと、白って白さんか。強い人っすね。まさかの初戦から、ここに勝てれば、かなりね、こいつは強いぞと証明できるとは思うんですが、まさかのバイク。しか取られていく。最悪っすね。で、オーク。オークか。窓一本後ろ置きましょう。これはだるいな。いきなりミノがいっちゃいます。いきなりミノがいくのよくないか。バイクがいるんだよな。まあ、スライムもいるんで、ゆっくり行きましょうか。うん。バイクにもスライム。これ、シロさんって、バイク浴びの人だと思うんですけど、ディーゼル持ってなかったんですね。今、取りに行ってるのか。これだってリーダーソン、このバイクの性能は。ステータスは。さあ、ミノは行きましょう。こんだけいればね。早速スキルっていく。あ、多く当たるんだ、あれ。強いな。さあ、スキル。コブリンが強い。じゃあ、あんだけ来るとコブリンちょっとめんどくさいな。さすがに。で、ゾネスがいるんでね。合わせたいですね、ゾネスを。ミノが寄ってくれないかな、砦。無理かな。寄りはしなかったけど。第一ギル打てばね、これ当たるんで。クレフラが。遅い、打つの。サイクロと合わせて瞬殺 OK。 さあ、相手の方もう一本が何か分からないんですけど、ゾンビか。ゾンビはだるいな。ちょっとゾンビだるいんで、ここね、スライムを置いてあげて、スライム魔導かな。結構ゾネスバサカ合わせて狩りに行こう。裏もね、魔導いるんでね、ここもしね、こいつ突破されてもそこまで痛くない。うん。そしたらバサカ連打して、サイクロが流れてるんで、相手大型いないんですかね。キャラ数えてなかったから全然分かってないんだけど、サイクロが入りましたね。取れそうだけど、取れないかな。大砲をずっと打ってくれる分には、あ、取れる。ナイス。これ干渉いきますよ。いや、ミノガールめっちゃ働いてない今。あの数を倒してくれるのでかいっすね。1700経験者に勝てるのはかなり熱いんじゃないですか。そしてね、ずっと3倍だったからソロはやっと5倍引いたわ。いや、惜しい。スライムもね、早く D0 が欲しいんで、今頑張ってね、取りに行ってます。次行きましょうか。今これこのままだと3回しかできないから、全部でチケット回収しないと。まだね、トロフィーチケット回収してないんで、買ったんだけど。そう、今ね、コメントでも見たいキャラっていうのをね、募集してて、でね、いくつかコメントいただいたんでね、そのキャラもね、今後やっていくんですが、とりあえずね、今回ね、ミノガールが情報されたってことで、ミノガールのね、動画をね、撮っていけたらと思います。まあ悪くはないけど、ちょっと前すぎるな、前のめりすぎるんで、どうだろう、受けれるかな、スライムだけで。スライムね、強いんですけど、スライムだけだとそこまで受けきれなかったりするんで。
太っちょ2枚で取れたらラッキーですけどね。相手足いるかな。打ちましょうか大砲。とりあえず大砲は一発打つ。上の剣士は関係ないですね。これ太っちょおやつ拾って取れ取りましょう。無駄な剣士を出さない。一体出しちゃったらね、こ絶対取れるんで。ここスライム切って、上も剣士置いて。さて、そしたらね、どうしようかな。ここ、ゾネス置いちゃおうかな。で、ここ。スキル打たないな。金バカモンが強い。スライムにこう頑張ってもらって。ナイスナイス。で、ここペンギンに削りましょうか。コストもちょっとね、考えながら。金バカボンに多くか。ちょっと強いな、相手の札。これ丁寧にやらないといけないですね。金バカボン多く。魔導騎兵。さあ、吹き飛ばされた分ね、回ってくれれば嬉しいですけど、回らないな。一生吹き飛ばされてる。これで回って、これ倒してくれれば。ああ、いいね。ゾネス、ここ切りましょうか。なんかうちのゾネスがあんま打たないな。あ、でもこれ、あれ、取り削ってくれる。あ、これ全部割れましたね、札。あとバカモン1体。さあ、ミノガいっちゃいましょうか、こんな数いたら。この圧があればいけそうっすね。結構いい感じに。さあ、相手足はいないんでね。で、ナスの準備とゾネスの準備。あれでバカモン終わり。オッケー。危ね、取れて。これは勝ちましたね。あともう一本相手方いるですけど、こっちナスも一緒に行ってるんで、魔導が来るかな。うん。撃ち落とされてしまう。が、魔導は倒しましたね。さあ、ここんな感じで。おお、倒してるなんか知らんけど。いいんじゃないですか。干渉いけるかちょっと怪しいですけどね。ペンギンしかもういないんで。あ、ペンギン前行ってくれてますけど、上大砲打たれますよね、これ。ペンギン来てる分。止められちゃうかな。この剣士の数、落としきってくれたら嬉しいですけど。あ、もう相手打てない。これ行くな。ナイス。なんとか。いい感じですね。いや、ミノガール。まあ今、ナス強かったですけど、まあミノガールもミノガールで十分活躍してくれるわ。あと、その、相手のね、中型がごちゃごちゃ来てて、これ処理できねえんだよなって時にミノガール切ってもいいし、射程が地味に、地味に射程持ってるんでミノガールって、窓よりも長いから、クレフラと同じですね。そう、砦を削る時もね、結構優勝に削ってくれたりするんで。フリースペース流れちゃうと結構処理されやすいんで、そう、あんまフリースペースすぎない方がいいんですけど、砦の配置にね、結構左右されるかな。うん。さて、足がいないのが気になるな。カマキリは強いんだよな。でもいっちゃおうかな。ちょっと火力が不足してる可能性もあるんですけど、いってしまいました。剣士の位置ミスってんな。一体一番下が多分寄らない気がする。まあでも取らなかったですけど、しゃあないですね。これはペンギンがちょっとめんどくさいなって感じなんですが、ここはねしっかりと止めて、よいしょ、もう押さえて、もう攻めくもっすね自分の。あー、それは痛いな。これは処理していきましょう。スライムにめちゃめちゃ突っかかってるな。一生剣士出してこそがちますか。お、来ましたね。あ、触られちった。まずいな。ミノガール行こうか。レドラにね、火力結構高くてね、やられちゃうんですよね。だいぶ削ってくれてますね。倒せ。いや、偉い、それそこ倒してんのマジ偉いわ。灼熱の火力やべえよな。だいぶ前と比べてすごい減ってる。
それだとサイがいるんで相手に。デビル流しながら、なるほど、それちょっとだるいな。どうしようかな。うん、サイは倒した。おお、倒しきった。マジか、それマジか、それ倒しきんだ、すごいな。まあここは倒されちゃいますけど、わあでも十分十分十分。飛んでほしいなこれ。あー偉い、偉いっすね。ミノガが嘘でしょ倒しきったんだけど、さっきの天狗を絶対負けると思ったんですけどね。おお即死いいね。さあ完勝、おいしい。いやスラミノガ普通に強いぞこれ。いやおいしいな、360ポイントよし。ちょ、チケ回収しようかな。ソロのチケどっちだろう、分かってないんだよな。どっちだソロ、後から先に入った方か。こっちかソロは、こっちな気がすんな。お正解正解、よかったよかったよかったマルチはねまだ今日だか分かんないんで、行きましょうか。いやミノが強いっすよねこれ見てる感じ、すごい悪くないと思うんだけど。さてもうすぐあられちゃん出てきますね。そういえばあられちゃんね、見てる感じぶっ壊れてますけどどうなんですかね。あーちょっと迎撃折りだな、マンドラがいらないなこれ。うーん砦、悪縁持ってるとね砦キャラ欲しいんですよね。これもちょっと微妙ですね。あーいいんじゃないですか、圧がいい。そう、砦キャラはいないんですけど、ちびくろとパンダ金バッチいれば結構圧かけられるんで悪くないですね。対空も完備、まあ別にミノガールいるんで対空そこまで困ってないですけど、ミノガール切らなくてもね対空できるっていうのは強いですね。てかナメコがね対空関係なく強いっすわ、単純に強い。さあここ取りたいですね。あくれそうっすね、ありがたい。まあ打ってきますね。でもこれで大砲打ってくれるのはマジででかいですけどね。さあ大砲打ってもらって、あとはこのナメコに頑張って押しまって、パンダ合わせよう。うわーそれ聞いてない、ちょっとズルだな。どうしようかな、あズルてる、最悪。一瞬ラグってる、待て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 、プリケがきつい、プリケが強すぎる。ただの30フルなのにあれ見てる感じなのにめちゃ強い。パンダお前もじるな。お戻ってきた、えらい。ん？くれんの？くれないよね。くれそう、やったー、これでかいな。押し出そう、押し返して、これやられちゃうんでこのままじゃ。 OK 砦に触らせよう、これで触らして、やめてー、あ殴られちゃった、まずい、これまずいぞ、これは過去一まずいぞ、過去一でもないけど、もうちょっと時間使わせたいな。あー取られちゃった、来た OK、 それを待ったんだ、それをずっと待ってました。大型がねもう一本来てくれるのずっと待ったんですよね。大型切ってくれればちびくろ止まんなくなるんで、オッケーオッケー。いや止まんなくなるかな怪しいかな。いやー間に合わないか、おいとか死んでんだけどちびくろ、なんか今いたな、銃剣士かな。
まあ、ブルドラとかサタンとか天狗とか、まあ、直当てされるとやっぱきついのは変わらないですけど、ちょっと悪に早かったかな、金バッチブルドラだったから。まあでもね、切らないとねあれ切らないと無理だったんですよね。要は2人で倒さないと、2人で倒さないと、で早めに倒す、相手にスキル発動しないでもらって早めに倒さないと、その後ね、もしあの後ミノガールやられてから悪縁出しても悪縁やられちゃうんで、なかなか難しいとこあった。まあしゃあない、ちょっとブルドラをね倒すから良くなかったんで、ナメコあと1体だったっけ、てかプリキュアにナメコ使ったら持ってなかったね、スライムずれちゃって。さて次、圧はあるけど足がない。悪くもないけど良くもない。大型がいない。いいんじゃないですか。クレフラが腐りそうだけど。3倍取りでもらおうか、バイクいるんで。さあここね打っていきましょう。取れますね。ここクレフラも重ねちゃおう。食っていく、これ偉い偉いな。これはマジで偉いな。食いすぎだろお前しかも。さあビーム、ビーム、あビームじゃねえわ、なんだっけ、ビームじゃないのですよ、ビーム、ビーム、どうしたサクロ、どうしたお前、一体何があったんだ、いや何があったんだお前、どういう風の吹き回しだ。ナメコの栽培だらけでやばいんだけど大砲撃ちますねそれは。こんだけねスライムもナメコもいれば相手この圧無理だと、無理だと思うんですけどね。さあバイクが流れてしまいましたが、本物来ましたね。そしたらここねナメコ置いて、どっちフォックスかな、これ本物か、上取れましたと。スライム強えなあれ、迎撃アンチのはずなんだけどな、シャークが。ああなるほど、エルフですね。じゃあエルフにもスライムで火力出しましょう。届かないかな、届いてるね、追いかけ。さあ完勝、いい感じですね。1個前負けちゃいましたけど、ブルドラも正面からじゃなかったらなんとかなるな。よし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 、てかサイコロがめっちゃ強かった今。はい、ソロのね見逃し編ここら辺にしましょうか。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね皆さんチャンネル登録、高評価の方お願いいたします。次ね、リクエストされているキャラをね使っていきたいと思いますんで、よかったらぜひご視聴ください。ではお疲れ様です。